ベネディクトゥス7世はローマ教皇。トゥスクルム博の家系出身で、ダビドという人物の子としてローマに生まれる。ケチ脈はローマの支配者、アルベリーコ2世とつながり、またローマの有力貴族、クレッシェンティウス家ともつながる。教皇就任以前はストリ司教を務める。 神聖ローマ皇帝夫婦二世の死者執行の影響下にあったローマ氏の聖職者と市民によって教皇に選出される。この選出は神聖ローマ帝国と地元貴族の妥協によるものであった。在任中、対立教皇ボニファティウス七世を退位させ波紋に伏し、また皇帝夫婦二世と共に修道院改革や教会改革を促進させている。981年3月には、 サンピエトロ教会で開催した教会会議を主催してシモニアの禁止を決議した。同年8月にはラテラの教会でも教会会議を開催した。またベネディクトスのナセイは老いのフィリッポ・アルベリキを伴ってイタリア中部のオルビエートを訪れている。フィリッポは後になってオルビエートに居住し、1016年にはこの町の執政館となっている。ありがとうございます。